はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説3トライアルズオブマナやっていきたいと思います。幽霊船が難破して火山島物価に流れ着いたところですね。まあ噴火が近いということで、とりあえず先へ進んでいきましょう。まあここはどう考えてもサラマンダーがいるよね。火山島っていう、いてジャンピングアタックか、攻撃力強いんだけど、敵の攻撃力が強い。ハードモードはちゃんとやっぱり避けるところは避けないとダメージをかなり食っちゃうからね。ここが宝箱で、あれ来たところはこっちの方だから、こっちの先へ行ってないのか、まあ、回復してこっち行ってみよう。くぼみの方、宝箱かな。飛んでる敵もね若干めんどくさい。叩き落とさないといけないから、これ新しくねクラスチェンジして使えるようになった強攻撃。踏み込みがあるから少し使いづらさもあるけど、当たるとね強い。やっぱり100いくつ当たるんで122、1回の攻撃がまあ30ちょっとくらいだから、やっぱり4発分くらいにはなるかな。30ちょっとっていうか28とかしか当たってなかった気がする。噴火前に島を出るぞ。パックンチョコと隅々を調べていきます。ない、こっち行けるわけじゃないね。ここは登れないね。あそこの宝箱は内側から行くんじゃないのか。ここも登れないし、ってか何もなくね、何もなかった。回復しよう。ただだからね、ちょっとずつこまめに回復する。さてラビリオン、これ130、120当たるからね。魔法は強いな、やっぱり。今度は島からの脱出方法を探さないとね。で、技はもう使えるときに使っとこう。扇風剣、バトルスタートする前に使った。めった切り、これでもまだ残るか。やりおるわ。ほら、パンチャーがやばいんだけど。ここはパックンチョコとかすっげえ減ってんな。そう、前回確かめっちゃ使ったんだよね。シャルロットにして魔法にして、あれどうやって使うんだ、誰やん。あ、そっか、ヒールライトはそもそも全員か。行きましょう。ちょっとね、他の人を操作する方法がいまいち慣れない。天使の聖杯、夕方になってきたけど、これは別に普通か。朝とか夜とかの概念もあるからな。そうだよな、他の2人も使っちゃおう。ジャンプ300になったら使っちゃおう。行きましょう。さすがにもったいないか。次の戦闘になったらアンジェラの技を。ありがとうございます。シールライト、脱出方法を探さないとね。脱出方法って言われてもね、どっちだ、こっち行ってみよう。アンジェラにしてピッタイフーン、ピッタイロックしてるときはそのまま動かないか。160とか攻撃力が強いな。プロテクトガン、カトンとか。ユランの攻撃力もうちょっとなんか上がんないかな。まあでもそれもハードモードゆえかな。回復して、でここの宝を回収しよう。で向こう側に行っちゃったら戻るだけだから、普通にこっちから。でラビ、ここにはラビが多いね。2ターンで倒せる、そのうまく4回攻撃しちゃうんで、1、2、3、違う、1、2、1、2、3、これ
丸ボタンをついつい連打しちゃうからね。俺一人で十分だ。そこだ。あ、はい、当たらない。あ、うまく回避したけど、わかった？わからんよね、結構ぐちゃぐちゃしてるから戦闘も。あ、でもこれぐらいの方がやりやすさはある。なんていうの、アクション RPG だからね、そこまでアクション性を求めてるわけじゃないと思うんで。まあ、ダークソウルとかスローとかに比べれば多少ボタンを押すだけでご利用しできる、まあ、そういうような難易度でいいと思うんだよね。レベルは敵は23、自分たちいくつなの。それじゃあれも振ってなかったな、ポイントも技ポイントとかアビリティポイントか。ちょっと待って、アンジェラまずい。行きましょう。行くぜ。ヒールライトやっぱり全体にかかるのは必要だよね。編成によってはね、ちょっとヒールライトとかなかなか覚えないキャラだね。きついんだけど。回復は欲しいよな。よし、146、30くらいか。敵がいるし、あっちがなんかイベントポイントだけど、あー、マタンゴがいる。あ、もう溜まってんね、ガチョ。アンジェラの溜まりが若干遅い。今もね、めちゃめちゃ溜まったな。ん？どっちから来たっけ。こっちから来たから、あ、こっちの方を見つつ、結局こっちへ来るっていうことか。ダイヤミサイル使ってるけど、ちゃんと弱点とかついてくれるのかな。 CPU は CPU のさ、こういうのってさ、頭脳もめちゃくちゃ重要だからね。作品によってはマジでコンピューター全く役に立たないとかあるから。あれ、縦札がある。ダークプリーストの村はこっちだけは寄っていくといいや。それ怪しすぎる。ヒールライトのポイントもまあ悪くはない、なかなかいいところで使ってくれる。あとマジックパワーがね、そんなに多いゲームじゃないんで、結構使ってると枯渇するんだよね。見える。アンジェラとかの攻撃力って多分デュランとかの半分くらいしかないです、ね、見てる感じ。そうするとやっぱりカリプル速感は否めない。あ、レベルアップした、よし。あ、結局村に寄れってこと。目的地が村になってるから。ダークプリーストの村、いいダークプリーストと悪いダークプリーストがいるの。僕悪いスライムじゃないよみたいな、そういう世界観かな。すごい数のモンスターだ。ここは魔物の巣か。まあ、最初はそう思うよね。困ったら、やられる前にやるぞ。待って、彼らからは敵。うるさい。ここはダークプリーストの村だぎゃ。待って、彼らから。うるさい。村にいるわしらは温厚だぎゃ。だけど村の外にいる連中は血の気が多いから注意しろと。待って、うるさい。わしの近くの置物に村の外の女神像と同じ力が宿ってる。え、そうなの、置物に。待って、イベントを進めよう。村から西に行ったところにある洞窟の奥に海の主が住んでいる。島から逃げたきゃ海の主に鬼返してみるといい。でも度重なる地震で洞窟の入り口が塞がってしまった。山の行き止まりの大岩の近く、頑張って掘ってみる。あ、その前に噴火しちゃうかも。待って、海の主を探そう。彼らからうっせえなこいつマジ。なんでしつこいぞフェアリー。襲ってくる様子もないし、いや、お前何見てたの。どんどん話しかけてんだけど。まあ、
しかもそれは俺の頭の中のことだからね。あ、武器屋とかあんじゃん。いらっしゃいませだきゃ。買うだきゃ。欲しいだが。げ、見つかったらさ、一気に金がなくなるんだけど。それは、いいものだきゃ。なかなかの品だな。いい買い物したわ。それは、金が、金がない。また来いだきゃ。まあ、多分もう二度と来ないけどね。同じ店には行かないからこれ。道具屋か、道具の補充したいんだよね、やっぱり。ちょっと売ろう。今まで装備品全然売ってなかったから、ちょっと待っていいよ。とりあえず売ろう。なんかとりあえず金策をしなくては。結構な金になりそうだな。よし、9000円、1万いったか。で、あ、で、防具が欲しいんだ。一つ3000円くらいだとして、あ、2000円くらいか。それは気に入ったぜ。多少大事にするわね。レベル上げとか稼ぎをしないと足りなくなってきたね。で、クンチョコが8個しかない。まんまるトロッパいっぱいある。10個買うといくら500円か。まあ、全然余裕だね。魔法のクルミは高い。蜂蜜ドリンクもそろそろな。欲しいんだよね。ちょっと10個買って。これも8個か。高いから5個くらい。プイプイソー。ここら辺はまあ大丈夫だよね。よし、これ行こう。こいつらさ、どうやって生活してんだろうね。買い物客いないでしょう。アンジェラに話しとこう。ベッドのある町まで戻りたい。あれ、どれ、これって言ったの。シェイトになった。あ、火が灯った。これか。回復した。で、まあ、ここの町はなんかもう用なさそうだね。こいつだけ話してく。今度の噴火はむちゃくちゃ起きそう。逃げたきゃ逃げるがいい。わしらは自然の流れに逆らわないことにしている。死ぬときは死ぬ。達観してるな。俺は逃げるぞ。ダークプリストじゃないからね。人間だから。で、多分さっきの分かれ道のところを行くんだよね。海の主を探しに。これも買っちゃおう。めちゃくちゃ固まってる。固まってた方が旋風剣は当たる。あれ、まだ生きてる。こいつ当たんなかったか。ただ禁止だな。よし、シャルロットがね、どうしても前回の海賊船のところで外れてたから経験値不足だっけ。今度外ら、ゴカトリス石化するのかな。ホーリーボールまさに効かねえな。やべ、接客しました。危ない。攻撃してるとさ、なかなかできないんだよね。すぐにはこう回避にならない。右がちょっと気止まりになってるけど、間が空いてるな。あ、ダブルアタック。何かあるか。結局こっちへ行くだけ。回復のこと。なんか今なかなかいいアングルだったね、アンジェラさん。もう一回再現したい。こっちがくぼみになってるから、一応探索できるようなところは探索していく。セイントビーマー強いか。なんか上位魔法だから。やべ、結構詳しい。逃げろ。1回で70食らってるからね、アンジェラ。装備変えたというのに。何にもない。シャルロットレベルアップ。何にもないくぼみが結構あるな。そして俺はもう300溜まってる。早いな。使おう。叩き落とす。ギャルビーを。強い。いや、俺の活躍だろ今。シャルロットの活躍ではない。こっち行けるっちゃ行けるけど、どうする。宝箱あんのかな。下を見て宝箱なさそうじゃね。どこまで戻される。大して戻されないか。まあいいや、行こう。何かがあるかもしれない。アイテム、ぷいぷいそう。ここは
ない。悲しい。ぷいぷい層1個のために敵は復活してないね。よしよしよし、こっちだと全員倒す。おお強い。でマジックパワーがもう半分だよね。半分まで使えって言ってたっけ。ボスにさこれ変えられないからさ、そこは困るんだよね。できれば通常の戦闘時は魔法を温存して、ボスになったらもうゼロになるまで魔法を使ってもらいたい。一応そういう設定にしたいんだけどな。ボス戦は設定画面が開けないっていうちょっと欠点がある。さあ、こそもちろんカトンボ。誰だ、ちょっと下の子頼む。ナイス、対応は早い。できる子だ、下の子。で俺は倒すとヒットポイントが回復するアビリティがあるから、まあまあまあ大丈夫。蜂蜜ドリンク、まあ、今こういう回復アイテムもね、嬉しいは嬉しい。細い道からの敵、こういうところで扇風機を使う。もう残ったか、ソガトリス。あれまだいる、待って、もう倒したと思ったのに逃げてるか。まだこいつもいた。ちょっとある程度ボスっぽいところまで行ったら一回アビリティポイントを振ろう。ここどうだろう、ちょっとわかんねなんかセーブポイントとかないけど、ボスかな。あ、大岩が崩れてる。結局大岩の中も行かなきゃいけないのかな、洞窟。おノーム以前はここに洞窟への入り口があったようじゃ。きっと火山の噴火で塞がっちまったんじゃろう。ちょっと待っとれ、今開けてやるわい。すごっ、ほーらんな、そういう開け方なの。他のところもさ開けてくれよっていう。ちょっとじゃあ洞窟に入るところでアビリティを育成していこう。何が必要なんだっけ。力、デュラン基本的になんか力でもいい気がするんだけどな。力プラス6、アタックセイバーってなんだっけ。あーセイバーかー、なんかな。守りはどうしてたんだ、結構上げてんな。あ、撃破ヒール覚えるためか。で、急速回復、リテイン、して弱点特攻 15% か、微妙だな。 30% くらいあったらないんだけどな。ガードセーバー、知性はちょっとほっとく方向で、で精神はセイバー系か。全然上げてないからね。しかもアイスセーバー精霊の力がないし、ダメージ SP。 あー精神って何に影響してくるんだ。うん、プロテクトブレイク、クリティカル発生時、あーダウン効果か。サバイブ、あ1で耐えるね。いやー、じゃあ無難に力上げていくか。力プラス5、アタックセーバーもつけちゃおう。チャージアップはため、あーため30か、これいいや、もうやっちゃおう。ちょ待って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 、ここで OK で、常時力、あ、そっか、アビリティ装備しなきゃいけないんだね。これはなんだっけ。あ、必殺技使用時、撃破ヒール、アーマーブレイク、反撃 10% アップ、これはいいや。これをチャージアップ、てかためか強攻撃だと思ってたらためじゃねえや。強攻撃だったら結構使ってるけど、ため使ってないからね。ダメかー、どうなんだろうな。 30% アップってでも結構でかいよね。まあいっか、せっかく覚えたけど、いや、せっかく覚えたんだ、ためを活用していこう。俺はためを使ってない男だから、こっからためも使っていく。
ってファイヤーボールとかも覚えたいけどね。ここでどうせ手に入るでしょ。力か12ポイントあって、ダイヤミサイル、ダイヤミサイルプラススペルガード、アースクエイク、ダイヤミサイルはあるでしょ。アイススマッシュで全属性欲しいんだよね。一応リピルゲートとか2つで、ホーリーボールあるでしょ。でマジックパワーセーブもあるから、とりあえず精神はこれで大丈夫。エアブラストか6、サンダーストームとかはなきついよな。とりあえずエアブラスト覚えていくか。これで OK で、アビリティ装備なんかいいのある。魔法攻撃力、マジックパワー、あ、ダウン、そこで絶対必要。激アマジックパワープラスもまあ欲しいは欲しい。常時マジックパワー10パーも欲しいよね。このままでいこう。あとはシャルロットで、シャルロットに関しては割と精神に特化させてていいと思うんだよね。めちゃくちゃ特化してんなって言ってもまだ精神5しかないか。じゃあ少し知性に振ってみる。ヒットポイント自動回復 1% ずつ回復か。12ポイントまで、今4ポイント8ポイント使うことか。結構きついな。バトル中ヒットポイント30以下の味方回復時、あー危機一発2か、悪くないな。結構減ってからだって使うからね。ここまでいこう。でヒットポイント30アップはあった方がいいでしょう。回復量 10%で、これはだって必要でしょ。危機一発を危機一発2にすればいいんだ。 OK です。じゃあこれでちょっと洞窟の中行きましょう。岸辺の洞窟、ちょっとドラゴンの子供っぽいのがいる。回復してこう。海の主さん、これさ中断するとシャルロットは見つけるのは得意ですよ。のんびりしていると噴火に巻き込まれる。急いで探そう。これは魔導士を倒す。死ぬわけにはいかねえんだ。こっちだ。喋り終わるまで中断すると固くなり喋ってこの辺の敵が全滅させたような。何もない。あそこの宝箱で、あそこがイベントポイントか。天使の手、はい、アイテム回収して、回復別にないから置いておこう。いや単純にこっちだよってだけ。やぶらおっ、クオタマの鳴き声。まだまだ、どきなさい。エアマウスを弱点っぽいね。俺一人でも十分だったな。で、あ、こいつがいる。戦おう。食らうな。しかし回復する。なぜかこいつが地に伏している。その間に倒したかったけど、あけなかった。めんどくさいやつらだな。食らうか。なんかめっちゃクリティカル出てんだけど、後ろ向いてるから、あいつ全然当たってねえわ。飛んでるやつはやっぱり魔法だね。回復はちょっと100とか食らいすぎでしょ。待って、なんかアイテムある。ない。めちゃくちゃ固まってんな。ヒルアイテムプラス、今ちょっと遅かった。来ないろ、シャルロット。
どんくらい回復してた？届かねえ。宝箱に阻まれてた。今の戦い、俺一人もう十分だ。金色のアイテムの種、アイテムの種はねガンガン使っていこう。なんか後にとって金色とかね、一気にレベルが上がったところで使った方が多分いいものは出そうだけど。痛い。ちょっと何なんだこいつ、コインスライムみたいなやつ。サラマンダーが仲間になったらあれも欲しいからね。あ、セーブポイントがあるってことはボスちょっとアンジェラのマジックパワーかな。まあいいや、ちょっとボス臭がするけどこのままいくか。全然違った。俺のボス臭とは一体何だったんだろう。こっちなんか、あ、え、あ、そういうこと。なんだこの鳴き声。うお、成長パックントカゲ。なんかあったね、そういえば。スーパーの番組。俺たち敵じゃなかったな。天使の聖杯一つのために、くるみ13個とか使おう。50も回復するんだ。もうちょっとじゃあ使ってもらっていいよね。アンジェラ変えよう。作戦で、必殺技 25% 未満にならないようにするんです。これでいこう。あれ、ここいけんの。電撃食らったら締めれそう。まだまだ。いや、落盤に巻き込まれた。ノーダメージだけど。はい。からいけるってこと。いける。宝箱。おお、霧のペンダント。ちょっと見るだけ見よう。てかさ、アクセサリー全然なくね。盾。え、ちょっとこうか。アクセサリー2つってわけじゃないのか。なんだ。レベル10までバトルでもらえる経験値が増加。クラスが違うとね、装備できません。そういうこと。そんなんいつ手に入れた俺。ジュエルリング、霧のペンダント。効果が分かんねえ。単純に防御力だっけ。まあいっか。じゃあ飛びさせよう。おっと敵、金はゲットした。クオータマ自己主張が激しい。パックンとかげになったし、食われるんだよね、確か。そういえば、めっちゃせ。しかもなんかさ、大丈夫か、敵のターゲットピングに入ってんだけど。無駄だ。おお、強っ。魔法とかマジ強えな。レベルアップ、あれ人いくつになっていっぱいいる。おと、あれ違う、パックオータマじゃない。なんかめちゃくちゃ先に宝箱が見える。レアブラスト、これはマジックパラっけ。ほら、クオータマさ、成長されると結構強いんじゃなくて。へへへ、あ、ギリギリ倒したな。あ、でもレベルアップしてプラス2もらえたね。あ、ゲッ。ほら、そういえばさ、
これ使う？見て。どうだ？待て。アン。やめて。どうだ？何の人だと気絶みたいなのするのかな。今もう1,2,3の強攻撃しかやってないからね。1,2,3のこれ他なんか強攻撃するんだって、ため攻撃につなげたりして、強い強いはまた強いな。3段階目の攻撃と変わんないからね。で、クワタひどい、助けてくれ。防御低下してるし、来る時間がやっぱりめっちゃ長いな。今レベル26か。え、シャルロットだけレベル1低い。同じだと思ってたら。ちょっと飛ばされてたんだけど。ゴブリン。ちょっと、アンジェラが勝ってた、俺は。強くなっている。アイテムを回収。銀色のアイテムだね。で、こっちから来たんだっけ。ちょっとなんかヒールだけ使いかけときたいな。回復するでし。行きましょう。行く。オッケー。ボスっぽい。誰これ。何者だ。私はジャガンの伯爵、黒の貴公子様の予言に従い貴様たちを始末しに来た。予言によれば貴様たちは黒の貴公子様にとって邪魔な存在になりうるとのことなので、ね、なんだと、ふざけんな。黒の貴公子ってのは何者だ。お前たちは知らなくてもいいこと。どうせ生きては帰れぬのだからな。間もなく火山の噴火が始まり、生き埋めになって死ぬがよい。何しに来たんだこいつ。とうとう噴火が始まっちまいやがった。くそ、もはやこれまでか。さっきのやつどうやって消えたの？ワープできるってすごいよな。なんだこりゃ。助けてくれるのか。なんだっけこいつ、ブースかブーだっけ。こつい。めっちゃ泳いで、海の主。え、俺はどこにいるの？乗ってんの？中にいるの？どっか行っちゃった。ありがとう。助かったぜ。さあ、残りのマナストーンのことを聞きに、ボルセナの陛下に会いに帰ろう。海の主から認められたことで新たな力が生まれた。サラマンダーいなくなかった？サラマンダーいるよねとか言ってさ、常時ヒットポイント60アップ。これはシャルロット付け替えよう。あれ、フォルセナのところに自動でワープしてったんだけど。というところで、じゃあ今回はここで終了したいと思います。なんかサラマンダーがいるとかさ、ボスっぽいとかさ言ってた割には何の予想も当たらなかったですけども、まあそんなこともあります。というわけで今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。